こんにちは、今お昼です。はい、暴落で皆さん狼狽しないでね。ソフトバンクグループ株価予測をしたいと思います。逃げて勝つ戦略をご提案いたします。はい、業績相場で大逆転が狙える株がまさにソフトバンクグループだと思っております。はい、東シルって皆さんご存知だと思います。この田中大輔さんが私大好きで、こちらから、ちょっとねデータというか図とかチャートをねお借りして、今回の動画を作ってございます。はい、景気と株価ってさ、どういう関係にあるのってことをちょっと復習しましょうね。基本はね、金融相場、中間反落、業績相場、そして不景気へと移り変わっていきます。で、今はね中間反落期だよーって、だからまだ相場は終わっていませんよー、十二分に逆転のチャンスはありますよって。逃げ遅れた方、今の大暴落に巻き込まれちゃったえションとなってる方、まだ大丈夫だからね。はい、でね、何をやるべきかっていうのは、まず資金を確保することかしらってねちょっと思ってます。そして業績相場で大逆転というお話をさせていただきます。はい、こちらが田中大輔さんのチャートと、説明でございます。 QT インフレ不透明、中間反落年号までに、圧力インフレ縮まるなら業績相場うんぬんかんぬん書いてございますね。でね、結論から言うと、まずは基本的な流れを理解していただいて、で、今は異常なんだから、なかなかこんな風にはうまくいかんよってね。で、最善のイメージ、勝手解釈、悪抜けに時期尚早、要するに今年の6月以降にならないと業績相場にはなかなか移れないんじゃないかってことを田中さんは言ってます。私もそうかなと思うんですけれども、あのさ、普通ほら景気とインフレってもうほぼほぼ同じよね。景気が悪いのにもかかわらずインフレになっちゃうっていう、スタッグフレーションには今回は陥らないと思いますよ。でね、今回怖いのが疫病が蔓延する、そして人手不足になっちゃう、賃金が上がるっていうような、コストプッシュインフレーション、コスト面がプッシュプッシュでインフレになっちゃうよっていうね、悪いインフレになってるんですね。これなかなか回復しませんよ。でも利上げいくらやったってさ、そんなもんさ、インフレが収まるわけがないのよ。だって人々が欲しがるものが届かないんだからね。で、そこを踏まえつつ、まずはね、今異常な話をしましたが、基本の木からねちょっとね復習しましょうよ。ちょっと図を使わせてもらって、私なりに工夫をしたのがこれです。景気循環と株価の基本イメージをおさらいしますよと偉そうに言ってるけど、何やったかっていうと、図をね2つつなげただけでございます。はい、で、景気っていうのが、まずね、これアメリカの景気ですよ。軟化していきますよ、下降をしていきますよ、そして回復していって、加速して成熟してまた軟化に、戻っていくという流れがございますよと。要するに、はい、こちらが不況ですよって。金融相場ってね、実はね、不況と重なるんですよ。それで業績相場に行きます、そしてまた不況になります、そしてまた好況の業績相場に移り変わるという流れになっております。で、ここで何が起こるのって話をね、これまたちょっと復習しましょうよ。皆さんもご存知の通りです。はい、まさにほら不況下の株高っていう現象が起きますね。まさにこれ経験しましたよね。不況なんだけど、ものすごい金融政策が打たれた関係で株価が爆上げしたわけですよね。で、そしてほらこちらもまた繰り返すんですよ。今回みたいな爆上げはもうないかもしれませんけどね。で、株価は世紀の先行指数だよと。今回のような異常事態を語る前に基本の木から考えてみます。株価の波っていうのが景気の波に先ずれするんですね。だから必ず波がずれる関係で、景気が下がるときに先に株価が上がる、このバッテンが生じます。今後もねこのバッテンは出ます。で、不況の株高現象が、理論的に言うと起こるわけですね。
はい。そして次に何が起こりますかというと、はい、ここですよ。ここね、不況の株高っていう状態に移り変わっていきます。不透明な状態じゃないですか、今ね。どうなるの、どうなるのって不安ですよね。で、株価はね、急落するような局面に、まあ、なるわけですよ。まさに今がそうですね。はい。その後どうなるのっていうと、はい、景気がちょこっとしっかり回復する。それとね、株価がピヨーンと上がるんですね。景気がちょこっと回復する。株価がピヨーンと上がりますよと。まさに不透明で急落してたのが、見通しが立った瞬間、業績相場に行こう。だから株価がね、ピヨーンとね、業績がぐん上がる前に、ボーンと上がるようなね、ことになるわけですね。まあ、これが通常の流れなので、当然、はい、不況株高、不況株安、そして業績相場。ここが一番強いんですよ。基本的にはね。だって、業績がいいよ。で、株がそれを、そう、しっかり反映して上がっていくよ。で、金利もガンガン上がっていくんだけども、その金利の上昇を、全然関係なく上がっていくよってね、いう時期があるわけですね。で、その後に成熟するタイミングでストーンと落ちますからね。落ちる前に逃げなきゃいけないわけですね。で、今回逃げ遅れちゃったっていうのはね、ここですよ。だから本当の恐ろしい下落というのは、今の下落じゃなくて、理論上は公共が終わる時のこの大下落が本心の下落だっていうことですね。だからね、今回の下落はまだまだなんですよ。中程度かなっていうようなのがね、理屈。で、はい、この不況株高っていうところが、まあ今なんですよ。理屈はね。で、当然狙うはここね、ここね、ここね、ここね。で、じゅんぐりじゅんぐりチャンスがやってくるわけですね。で、この辺を休むも相場。ここも休むの相場って感じね。で、はい、不況株安と本格回復を狙うのがセオリーなんですが、今回はこういうような流れになかなかいかないよってね、いう話をしますね。はい、これありがとうございます。田中大輔様。はい、在宅需要が急増しましたよってね、業種によるんだけども、好業績の企業がいっぱい出てきちゃったわけですね。で、2020年から21年にかけての相場っていうのは、業績もいいし、金融もものすごく加速するような状況で、株価がバカ上がっちゃったわけですね。そして、こういう状態でですよ、今、大反発っていう、反発じゃないな、なんだ、中間反落がものすごくきつくなってるわけですね。だってものすごく上がっちゃったんだもん。そんな反動でものすごく下がるよねっていう状況ですね。果たしてスムーズに今年中に業績相場に移行するのかってことがよくわからんってことなわけですね。で、今のようわからん状況を基本に重ねていきますよ。この右側、これが基本なわけです。だから、普通ね、金融相場のピークよりも業績相場のピークの方が高いのよ。まあ、そりゃそうだよね。はい。で、今どうなってるのっていうと、2年間にわたる爆上げが続いちゃったわけですね。もう未曾有の金融緩和プラス業績も良くなっちゃったってことなんですよ。その爆上げの反動で中間反落がもう暴落レベルになっちゃったよって。でね、金融爆上げ、今超反落。で、高値更新なるかっていうことをね、ここは考えなきゃいけません。ソフトバンクグループを考えていきますよ、これからね。ほい。ここね。1万円でしたもんね。この前ね。ついこの前までね。今もう半分以下になっちゃってますけどね。で、この1万円をさ、業績相場で回復してくれた日にはさ、みんなが幸せになるわけですよ。ね。ちょっとここをちょっと考えていきましょうね。果たして逆転なるかということでございます。ほい。これ、ソフトバンクグループの、2020年あたりからさ、現在に至る日足ですよ。ここがほら、例の暴落というか、その、疫病で一番底をつけた頃ですね。今が、終値が4500ってところでしょうね。この辺ね。ね、ほいで、ビヨーン
と上がってきたでしょ。このこれがまさに、金融相場の超爆上げに乗っかったわけですね。ただね、金融相場が終わる前にソフトバンクグループは思いっきり暴落しちゃったわけですね。なんでかっていうと、皆さんご存知の通り、この暴落というのは中国リスクの顕在化ですよね。記憶に新しいとこですよね。もう中国共産党大暴れですよ。で、中国をターゲットとした孫さんの投資っていうのを、それを受けてね、株価思いっきり上がってきたんだけど、もうやめようってことになってまして、これ今回の動画では触れませんけれども、中国に関する損切りはもう新しく投入しませんし、で 今後はもうインドにシフトするよと。そして現在の中国の投資もバンバン損切りしてますからね。でアメリカの方にもシフトですよ。アジアの方だと中国から、ね、インドへって形でね。で、まあ、ここはもう落ち着いたわけです。で、今何が怖いかというと、ここ、2021年12月あたりですよ。で、金融相場が終わりましたと。今、ストーンと落ちてるのは、実はもうね、中国の話は型がついてると私は思ってます。今、中間反落で、ズドーンと落ちてるわけですよ。だって、今回のナスダックの下げってさ、強烈だもんね。で、主戦場をソフトバンクグループは中国からアメリカに移してるわけで、そりゃ手痛いよ。で、はい。じゃあね、前回どんな感じだったのってことをちょっと見ましょうか。前回の金融相場、中間、反落、ね、前回2012年あたりからね、金融相場が始まり、で、ここで中間反落が起こってるんですよ。これね、リーマンショックからの回復の過程ですよ。で、金利上げるぞってぴょっと上がってって、10年金利もピヨンと上がるよっていう時期がありました。で、前回の中間反落っていうのは時間調整程度のね、まあ静かなもんだったんですよ。そしてここから業績相場でバコーンと伸びていくんですね。16年あたりからね、まあまあ、その、明確なね、ここからここっていうのはないけれども、もうここから上がってますからね。そして、18年あたりからね、逆金融相場かな、金利上げすぎるかな、そろそろ株価落ちるかなってところで、ここで異常相場に突入ですね。トランプさん の当選とか、トランプ相場があったりとか、でその後で連の疫病が流行ってるとかで、まさに異次元の金融緩和プラス、業績も後半良くなっちゃったっていう異常事態が生じたわけですよ。で、上昇局面、金融相場で上がった、まさにソフトバンクグループの株っていうのはね、上がった分下がるよね。で、前回はね、時間調整レベルだって、今回は大反落でしょう。もや、歴史的な暴落中ですもんね。でと、こういう状況ですよ。まあ、確かなことは言えませんよ、将来はね。神の御座だからね。でもね、後の活路につなぐポジション整備をしましょうね。でね、田中さんが、主張されてます。で、要するにね、戦略的撤退をしましょうよってね、いうことですね。資金化を進めましょうっていうことですよ。上手に損切りするなり、まあ、利確がね、利幅が思いっきり少なくなっちゃった人も考えつつ、業績相場に備えましょうということで、資金化を図ろうっていうことをね、私も思いますね。で前回の中間反落、そして業績相場っていうのはここいらですね。ね。まあ、1、2年はね、だからこれからよ、上がる局面になるんですよ。理屈を言うとね。それに備えてと、ね、資金化を今測っておきましょうっていうことなんですね。じゃあね、この時期に、この前回の2015、6年あたりからのさ、中間反落から業績相場ってどうだったのよっていうことについて、ソフトバンクグループの株価を見てみましょうね。要するに前回の再現性をね、今回もね、期待できるんじゃないかっていうね、その検証をしましょうよ。はい。でね、これソフトバンクグループの2012年からね、17年あたりの日足なんですが、まあ、ちょっとずれてるんだけど、ね、おおむね重なるんですよ。ね、これはビヨーンとさ、伸びてますね。まさにこれが金融相場じゃないですか。その後に、うねうねって感じで下がってますね。これがまた中間反落だと私には見えますよ。そして、こっからさ、業績相場が始まっていって、
上がっていくと。さっきのチャートとほぼほぼね重なるもんね。ほいで、ほりゃ嬉しいことに、前回の金融相場の、前回のっていうか、この流れの中の、ここをね、しっかり業績相場で上抜いてくれてるわけですよね。ね。はい。だから、利確なり損切りなりで資金を準備し、業績相場に備える、そして逆転勝ちが狙える株がソフトバンクグループなんじゃないのということでございます。で、老婆心ながら、今回1万円でさ、利確なりできなかった方っていうのは、ほら、前回も、ここからまた落ちてるんですよ、ガクンとね。金融相場で、取った高値を目標として、早めにね、利確するようなことをすると、うまくいくのかなってちょっと思ってます。はい。年末年始の上昇に期待してたらさ、1月が歴史的な大暴落になっちゃったのよね。で、軽症化を図りつつ、資金を確保することこそが今できる最善の手段かなってちょっと思ってこの動画を作りました。だってさ、そこで拾うことは、まあ、できないかもしれないね。で、そこを打ってトレンド転換のところを見計らい、準備した資金でソフトバンクグループに乗っかると、業績相場がね、いい形で到来し逆転勝ちなるかしらとちょっと思ってます。ちょっと甘いかなあ。聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。